アンドレア・ペターニャは、イタリア・トリエステ出身のサッカー選手。SSC ・ナポリ所属。ポジションは FW。AC ・ミランの下部組織出身。2012年12月4日の UEFA、チャンピオンズリーグ・ゼニト・サンクト・ペテルブルク戦で、プロデビューし、2013年8月24日のエラス・ベローナ戦にて、セリエデビュー。 2013年9月2日に UC サンプドリアへ共同保有権の買取オプション付きレンタルで移籍を果たした。しかしサンプドリアでは3試合の途中出場のみに終わり、2014年1月15日にレンタルを打ち切り、ミランへ復帰。2014年7月16日にセリエ b のラティーナへレンタル移籍し10試合に出場した後、同シーズン中にセリエ b のビテンツァへ 再びレンタル移籍。2015年2月14日のバーリ戦では、プロ初ゴールを記録した。2015年8月30日、セリエ B のアスコリーピッケオへ、レンタル移籍し、7得点を記録した。アスコリーへのレンタル中である2016年1月26日、シーズン終了後に、AC ミランからアタランタ BC へ完全移籍で加入することが決定。 加入最初のシーズンは、ジャンピエロがスペリーに監督の下でレギュラーをつかみ、リーグ戦34試合後ゴールを記録。また、この活躍によりイタリア代表にも選出された。しかし、翌シーズンは、交付調の波が激しく、徐々に出場機会が減少し、新規加入したドゥバン・サパタに追い出される形で、SPAL に買取り義務付きで、レンタル移籍した。 この2018から19シーズンではリーグ戦でチームトップの16得点を挙げた。2019年7月2日予定通り買取オプションが行使されスポールへと完全移籍した。2020年1月30日 SSC ナポリに移籍した。2020年6月まではレンタルの形でスポールに残留する。世代別代表に選出され、 2017年3月28日に行われたオランダとの親善試合でイタリア代表デビューを果たした。ありがとうございます。